皆さんこんにちは。全盲のシンガーソングライター大山啓史、公式啓史チャンネル管理人のマリポンです。今日は私が使っている指点字練習ボードの作り方を教えちゃいます。点字のおかげで指点字とは、目と耳両方が不自由な盲ろう者と会話するための方法です。使う指は点字タイプライターと一緒で、相手の指をトントンと叩いて言葉を伝えます。小学1年生の教材算数セットにあるおはじき版を使って作ってみました。その他の材料は黒と白の画用紙、両面テープ、ハサミです。まずおはじき板に黒い画用紙を貼ります。その上に白い画用紙で作った手形を貼ります。1から6までの数字を書いた黄色いシールを指先に貼って、おはじきを置いたら出来上がりです。かわいい。指点字ガイドブックを見ながら磁石を置いて覚えます。市販のブラックボードを使ったらもっと簡単に作れました。おはじき版の約2倍の大きさ、ダイソーで200円で買えます。市販のボードを見習って裏面にも磁石をつけました。ホワイトボードに貼れるのでいろいろ使えて便利です。もちろん指点字はボードを使わなくても覚えられます。机や膝の上など場所を選ばず練習できます。ゆっくりとした歌やお話に合わせて練習すると楽しいです。盲ろう者との温かな交流指点字、道具のいらない指点字、興味を持ってもらえたら嬉しいです。